本日のゲームはローズパークスタジアムで行われます。この時間は大分対浦和、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが今雪が降っています。今日相当冷え込んだ中でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、361のシステムで今日来ているようなんですけれども、この3バック、この意図は何なんでしょうね。まあ、相手がワントップ、ツートップでも3人で守りきれるってことですよね、はい、ただワントップになってしまうと少しこう余ってしまう選手がいるので、はい、前に押し出ていくっていうこともしないと、ね、少しこう縦にこうポジションがこう凸凹感を作るということができた方がいいかなと思いますけどね、はい、ツートップに対しては非常にこうはまりやすいのかなと思いますけどね、うん、あとはサイドのワイドにいる選手ですよね、これがサイドバックに入ってきたりとかするので、うん、まあ、ちょっと守備時の時には5バックになったりとかっていうこともこうスムーズにできれば、はい、守ってからの攻撃っていう形もなりますよね、うん、さあファーストハーフ見ていきましょう。大分対浦和、エキシビションマッチです。サイドを紹介です。右のエンドを守るのは浦和、左側が大分。山中、左サイド上がっていきます。ここ来ましたよ、キーパー触る、シュート、まずは立ち上がりシュートを打ってきます。でしたがここはしのぎます。裏へ届くか、さあ上がる、コーナーキックです。キーパー、さあどこに出してくる、シュートもあります。クロスを選択、ここ拾って次につなげたい大分。小泉、阿部、スルーパス、フリーだ大分、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。山中、中央へ、小林、小出、松本へ、小林、大きく縦へ、スルーパスを狙う、裏へのスルーパス、上げる、トス触る、阿部、ここで丁寧にボールを扱う、阿部からこのフィードパス、西へ、おお、これいいですよ、こぼれてる、ここで収まる。浦和としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。ウェービス、長いボール縦に入れます。阿部、
パスでつないで攻め込んでいきます。浦和通るのか、このパス。杉本から西、中央へ、頭、大分完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。裏のスペースを狙う。さあ来た、ボール向かってきますよ。長澤決まった、先制。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうゴールを奪っていくぞっていう勢いのあるようなスルーパスですよね。先制ゴールが決まりました。大分得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。さあ右へ預けて、小林、ミサオ、一気に前線にボールを送る。チャレンジはしません。後ろに流す。阿部、杉本、さあつながるか。西からのボール、西、さあどうする。小泉、チャンスを演出できるか。一旦間合いを取ります。入るか、西へ。もういいですね。中央、野村、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。速いパス回し、ボールはクリア。ゆるく狙ったボール、抜けた、つながります。小林、どうする。野村、さあどこに出してくる。杉本、西、阿部、小泉、縦へのボール、この位置でボールを受けます。小泉、この柔らかいパス、お、これいいでしょ。選択、ウェービス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。長澤、松本、長谷川、大分、最終ラインまでボールを下げる。ウェービス、小林、長いボール縦へ、スペースを狙う。高畑、ここは間合いを取る。野村、絶好の位置で受ける。小林、チャンスを演出できるか。うわ、取らないですね。牧野、阿部、山中、
前半30分を過ぎたところです。西、西へ素早いパスで攻め上がっていきます。微妙なところ、ボッチさん、もったいないですね。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。選手が抗議しています。しかしこれはペナルティーキックになります。大分正念場です。ここは確実に決めてきました。しっかり落ち着いて決めましたね。これで今日のゲーム面白くなってきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、小出、伊佐尾、小林へ長いボールを送ります。ここはキーパー処理しました。山中、小泉、ロングフィードで狙う。これは旗が上がっています。小泉、大きく縦へ、関根へ、長谷川、ウェービス、大きく縦へのアーチ、野村へ、サイドを縦に走らせます。クロスが入る、ボールが流れていきます。岩波、40分を過ぎています。長いサイドチェンジ、関根へ、阿部、山中、小泉、西、上げてくる。いやー、今のはもったいないミス。松本、縦へのボール、さあシュートに行けるか。シュート、いやー、前半アディショナルタイムです。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。冷静にこういった判断ができるのが素晴らしいことだと思いますけどね。
ここでリードを奪いました。山中、松本、組み立てながら攻め上がっていく。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。前半を終え2対1。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。この2-1というスコアですよね。やはり次の点によってやはりどちらが勝つのか決まってくるところがありますからね。大分としては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。大分対浦和、大分前半終わって2-1リードで折り返します。後半キックオフです。西、小泉、関根へ、長澤、小泉、杉本、右サイドへ振ってクロスを上げる、小林、松本へ、長いボール縦へ、ボールを下げてリズムを作るか、関根、浦和最終ラインまでボールを下げる、小泉、関根へ、関根から杉本、杉本からのパース、杉本から西、どうだ、ヘディング、素晴らしいポジショニングでした。前線出てくる人数が多いですよね。大きく縦へ、小林、野村へ、チャレンジはしません。後ろに流す、大きく前線に入れます。西、小泉、関根へ、山中、左サイド上がります。関根へ、西、抜ければチャンス、どうだ、高畑、長谷川、野村へ、小林へ、小林へ、一気に縦へのアーチ、野村へ、スルーパス、これをカットします。小泉、関根へ、さあ杉本、長谷川、ボールを下げてリズムを作るか、三沢、野村へ、小林、小林、この試合アシストを記録しています。アーチのようなパス、サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。西、西、裏へのスルーパス、ここはオフサイドありません。来た、シュート、来た、
またまた試合は振り出しに戻ります。なんという展開でしょうか。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。今日のゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。縦へのボール、いいプレッシャー、一人で行く西、小泉、絶好のどうだこのシュート、わずかに左へ攻めてきます。長いボールを送ります。小出、小林へ、大きく縦へ、プレスからボールがこぼれる、さあ来たか、カウンターを仕掛けていきます。さあどうする、杉本から左サイド、ディフェンスをものともしません。長澤、ここは競り勝ちます。これはファールではありませんでした。西、ボールがつながる、さあどこに出してくる、おっとシュート、いやー勝ち越し、ゲームをひっくり返します。杉本、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のは杉本、今日2点目です。1点をリードしてリスタート、いや止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね。ウェービス、小林、縦へのボール、サイドのスペースへ走らせる、もうこれいいでしょ、中に入れる、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。小泉、大分としてはやっぱりもう点が欲しいわけですからね、ラインを押し上げてどんどんプレスをかけるべきでしょうね。ボールを取らなきゃしょうがないですからね。さあゴールに向かっていく、ちょっとつくことができなかったか、ディフェンス陣グイグイとね攻め込んできましたからね。小林、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。小林、野村へ、牧野、関根へ、長いボール縦へ、チャンスを演出できるか、杉本、これはファールです。
さあ残り15分。小出、長いボールを送ります。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。スルーパス、一旦前を取る西。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。浦和最終ラインまでボールを下げる。杉本、小林、ここはいいプレスで奪います。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。阿部、岩波、阿部、撫でるようなボールタッチ。山中から関根、来た。これは失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。山中一人持ち上がっていく。プレッシャー、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。小出、大分、この僅差まずは追いつきたいところなんですけれども、どうでしょうか。いや厳しいですけど、なんかアクション起こさないとね、このまま終わっちゃいますからね。どんどん前にボールを入れていった方がいいですよね。山中、浦和、もう無理にはいきません。時間をかけてますよね。ただ一発バレるとね、怖いですよ。長澤、阿部、対応します。岩波、山中、いけるか。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。小泉、西、阿部、牧野へ、山中、大きくサイドチェンジです。このパスを受けて小林、左から上がっていきます。抜けてくる、上がる、浦和ここクリアで難を逃れます。さあ長澤、小林、どうする、ここで笛です。3対2、大分逆転負けという結果で試合を終えました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。大分としては今日はホーム戦でしたから当然勝ちたかったはずなんですけどもね、ちょっとこうその辺を少し考えすぎたのかもしれませんね。はい、そうですね。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。大分3対2で惜しくも敗れています。